皆さんこんにちは、ラフスタイルまこです。本日は、プロがおすすめシリーズなんですけれども、プロがおすすめシリーズなんですが、ね、プロがおすすめシリーズのアイテムではなくて、壁紙の上手な選び方をやっていきたいと思います。そう、私の方にもね、SNS だったりとか、まあ、直接お客様からね、ご質問の内容でもとっても多いのが、どんな壁紙を選んだらいいかわからないっていうところです。まあ、私もわかんない時たくさんあります。なんですけど、壁紙の選び方って、本当コツがあるので、そのコツを頭の中に入れてから選んであげると結構ねサクッと決まり、あとあれこれちょっとおしゃれなんじゃないっていうものが選べやすくなるので、ぜひこのポイントはしっかりと皆さん押さえておいてください。プロがおすすめする壁紙の上手な選び方のポイント、まず一つ目、空間ごと、部屋ごとにですね選び方が変わるというところ大前提に頭の中に入れてください。リビングだったり、まあリビングトイレ、まあ自分の部屋だったり、子供部屋だったり寝室だったり、どのお部屋も選び方同じじゃありません。やっぱり過ごし方が変わってくるので選ぶものっていうものもね変わってきますし、あとは選ぶ色も変わってきます。大前提に、どのお部屋の壁紙を選ぶかっていうところを、ちゃんと頭の中に入れておく。プロがおすすめする壁紙の上手の選び方ポイント2つ目、どんな材料を選べばいいのか。まずね、そのどんな材料を選べばいいのかの中でもポイントが3つに分かれて、1つ目、どんなイメージにしたいのか、いわゆるコンセプトっていうようなものですね。どんなイメージにしたいのかっていうところで色や柄、デザインっていうところが決まってきます。2つ目、既存の床とか、まあこれからね新築だったらまあ合わせる床、床材に合わせて選ぶというところ。3つ目、まあデザインもいいんだけど、例えばね、ワンちゃんと一緒に暮らしてるとかって言ってね、ペットにも優しい壁紙とか、子供がアレルギーがあるとかっていう場合ね、まあ自分がねアレルギーがあるっていう場合に、まあアレルギーに対応している壁紙っていうようなね、機能性の壁紙も販売されているので、まあ機能性を考慮するのかっていうところ、で、まあ、どんな材料を選ぶのかっていうところを考えます。プロがおすすめする壁紙の上手な選び方ポイント3つ目、どんな場所に貼るのか悩みますね、これね。まあベースクロスがね全部白でアクセントクロスだけ貼りたいですとかね、そういう場合は空間に入った瞬間に目に入る場所っていう風にまあ決まってます。だってね、せっかく自分で選んだ壁紙が家具で見える範囲が狭かったりとか、あと四角になってる部分にね貼ってしまって、対してね視界の中に入ってこなかったら寂しいじゃないですか。なので、まあその空間に入った時に、まあパッと目に入る場所っていうところ、あとは凹凸のない壁面を一面にベースとして考えると分かりやすいです。で、さらにその中でもアクセントクロスとして貼る場合、先ほどあったようにパッと空間に入った瞬間に目に入る場所に一面としてアクセントクロスを貼る場合もありますし、あとはその他にもコーナー部分にね、部屋のコーナーですね、部屋のコーナー部分に貼る場合もあります。その他に、まあ後ろの壁のようにね、同じ壁面でもこれね縦に分割、縦分割してるんですけど、こちらの面
こちらの面、白い壁紙と、グリーンの壁紙というふうに分けて、同じ面の中でも2種類使ってあげるっていうのも貼り方のポイントとしてあります。あとは私の方でね、セミナーの時とかに、公開している壁紙の貼り方としては、1面ずつ分けたりとか、2面ずつ貼り分けたりとかっていう、ね、こういうようなさまざまなパターンもご紹介しています。実際にじゃあ壁紙貼るものが決まったよってなった時、決まったよっていうか、目処がついたよってなった時は、必ずサンプルを請求してください。壁紙のサンプルって、こういうものなんですけど、壁紙のサンプルを請求して、必ず壁に当ててみてみてください。壁に当てて、ちょっと離れて、どんな感じかなっていうところで見てみる。で、私の場合は結構床に並べることが多いです。床にもう気になってる壁紙を並べて、で、床材と合わせてみて、合わないものはもうすぐ取り除いてっていう感じで、もうそれの中でも、ちょっとこれどうなんだろうな、わかんないなっていう時は、意外と壁紙の印象を言葉に直すこともあります。例えば、どっちがいいのかなって悩んだ時に、このね、壁紙に対してイメージするワードをね、出してみる。エレガントだったり、クラシックだったりとか。で、こちらに対してもイメージする語句を、ワードをね、出してみます。モダンだったり。で、ちょっと和だったりとか。ね。なんかそういう感じで言葉を出してみて、それでスタイルを判断するっていうこともできるので、ぜひ、迷った時は、そういう、選び方もあるんだよっていうところで、試してやっていただけるといいなと思います。これがそもそもの壁紙の選び方、大前提になります。なので次回は、部屋別で、実際に、施工例をご紹介しながら、壁紙の上手な選び方をお伝えしていきたいと思います。今日のこの動画が良かったと思われる方は、いいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またねー。